いいね。ちっちゃい頃からずっと同じ形、かわいい形、綺麗になったね。それじゃ反対も。くすぐってくるけど我慢するよ。
気持ちもね、優しい雨に打たれて全身ひんやりしてるみたい。濡れた手ぬぐいの感覚が心地よ。水がある坊ちゃんにこうしてから、それからはずっと雨降りのたんびにこうしよりに落ち着くね。眉と眉がひっついてるとき、こうするのが一番。こうしたら、であれって幸せそう。それで眠りよったもんね。
足元までふんやりしたり幸せそうな顔ぼっちゃんThank you.
それではご主人様、これよりお耳をきれいにさせていただきますね。え、もうきれいになった？うふん、まだなんだな。これからがある意味本番だよ。まず最初に説明するより、あ、こら、レノア、こっちの方が早いってね、ご主人様。もう、レノアったら。では私も。どう？ご主人様、ゾクゾクするでしょ？説明が前後しちゃいましたけど、まずは息を吹きかけていきますね。じゃあ次は、あ、また先走って、もう。次はお耳を舐めてきれいにしますね。ご主人様の顔、トロトロになってきた。どうです、ご主人様。って聞くまでもないでしょうか。あれ、ご主人様。大きくなってるよ。こら、レノア、ハンドサービスは次にやらせていただくご奉仕ですよ。ご主人様、今しちゃっても大丈夫だよね。ご主人様、どういたしましょう。もしご主人様がこのままハンドサービスも一緒にということでしたら、私たちは喜んでご奉仕させていただきますが、どうする、ご主人様。で、即答でオッケーいただきました。あらら、ご主人様ったら。